さあ佐藤さん、はい、こちらどこでございますか？こちら、はい、こちらはですね、恵比寿駅の近くにある、タレントシェフの浜岡千さんプロデュースの酵素野菜ホリスティさんにお邪魔しています。はい、ちょっと初めて来ましたけど、このね、うん、これマンションの一室にあるレストランってことなのね。そう、プライベートレストランということですね。でもなんか聞くとこによると、うん、別に高くはなくて、そうみたいです、リーズナブルだと聞きましたけどね。というわけで料理が揃いました。揃いました、豪華です ね、 ね、いい香り、いい香りです。そして、はい、私のお隣にいらっしゃるのは、はい、ご紹介いたします、はい、こちらのお店をプロデュースされていますタレントシェフの浜岡千さんです、はい、お願いします。お願いします。綺麗なお姉さん出てきましたよ。はい、とっても美しいですね。ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいんですが、はい、これは浜岡さんが普段やられてるこちらの、はい、まあ、そのレストランのメニュー。そうですね、はい、メニューの一部ですね。はい、美肌健康メニューっていう、うん、はい、メニューなんですけれども、はい、酵素野菜を使ったお料理で、皆さんなんか酵素野菜っていうのはちょっと初めて耳にする方も多くてですね、うん、あの土が酵素の土を使ってできたお野菜、うん、で、あの作られてるのですごく健康と美肌に良いので、酵素野菜の、まあ、和風バーニャカウダーなんですが、うん、まあ、あの皆さんね、バーニャカウダーっていうのはちょっとね、なんかあのソースとか難しいじゃないですか、うん、で私のクックパッドで教えている、まあ、メニューの一つなんですけれども、これお味噌なんですけれども九州味噌を使ってるんですが、まあ、フンドーキンの九州産味噌、東京でも売ってますね、ピーコックさんとかに。でそのお味噌と、あとあのオリゴ糖、オリゴのおかげをミックスしてるだけです、1対1で。へえ、はい、お味噌とオリゴ糖、はい、そうです、そうですね、そうです、それをソースにしてますね。で普通に酵素野菜を、まあ、あの湯がいてるのと、あの生のものと一緒につけて食べていただくって感じですね。はい、いただきます。いただきます。じゃあ、はい、みんなでちょっと担当を決めて、はい、担当、はたさんじゃあ何食べますか？いや、やっぱでも、かわいこちゃんから選ばせてあげようかな。じゃあ、ちゃんどうぞ、私ですか？一番かわいいから、やっぱり、ね、断トツかわいいから、いいよ、好きなの選んで。じゃあ、人参。かわいい人参食べたい、ね、どうぞどうぞ、人参。バーニャカウダーをつけてね。すいません、うん、つけてね。はい、はい、はい、ありがとうございます。でしょうがないんで、うん、ね、うん、あ、じゃあ食べますか。食べていいよ。いただきまーす、はい、食べれるかな。食べれるかな。かわいい、うん、めっちゃおいしい。おいしい、ほんと味噌、うん、味噌がおいしい。よかったよかった。かわいい、おいしいと味噌しか言ってないけど。見れる、持つもんね、うん、ね、すかわいい、ずっと映しててほしいなもん。すごい、なんか甘いです。甘い、甘い、甘い、お野菜、野菜、お野菜、野菜じゃないですね。いいんです、いいんです。じゃあ我々もちょっといただこうか、うん、はい、いただきます、ね、これは普通のプチトマトですか？まあ、そうですね、はい、プチトマトの品種がちょっと違うものだと思う。ちょっと大きいですよね。はい、ちょっと大きいですね。いただきます。うん、旨味がすごい、はい、僕らが知ってるプチトマトより何でしょうね、水分も多いし、まあ、甘さもすごい、はい、フルーツに近いですね。そうですね、すごいうまい、うん、でまたこの味噌と合いますね。そうですね、だからあのやっぱりドレッシングっていうよりも、うん、やっぱり和風で食べていただいたらいいかなと思いますね。美味しい、はい、どうぞどうぞ佐藤さんも、いただきます、うん、甘いですね、かぼちゃ。そうですね、これはでも茹でただけですか、かぼちゃは？そうです、全部茹でただけですね。甘いです。全然僕らが食べてる野菜と違うよね。違いますね、ね、うん、あ、またお味噌も美味しいっていうのもありますけどね、うん、九州産お味噌はすごく甘いんですよね、うん、あと麦味噌っていうので、はい、でも結構おすすめです。いただきます。うん、甘い。全体的に多分甘いと思います、うん、普通のあの野菜に比べて、ね、全然違 う、 そう。じゃあいただきます。いただきます。すごい、結構ずっしりしてます。すごい、うん、そうです、もっちり、うん、香りいいね。そうです、うん、
これ豆乳の香りですかね。そうですね、うん、多分豆乳だと思う、ね、うまい。あ、手作りの味がする。うん、食べるけどうまい。うん、いただきます。うん、うん、おいしい。大豆かわいい。大豆、大豆、大豆、豆乳大好きなんですよ。あ、そうですね。そうなんです。ソイミートね、大豆のお肉で作ったパスタってことか、はい、そうですね。でもなんかこう大豆っていう感じがしないので、ね、食べても、うん、普通のお肉の感覚がします、うん、でも食べやすいミートソースですよね。はい、そうですね。あの普段僕らが食べてるコテコテじゃない、全然、うん、爽やか、食べやすい、うん、うんうんうん、野菜がすごい入ってますね。そうですね、うん、具だくさんで、うん、これなら何杯でも食べれます。何枚でも食べれちゃう。あら、かわいい。じゃあ今同じセリフ言ってもらってもいい？ OK です。じゃあ同じセリフでいきますね、うんうん、どうぞ、うん、何枚でも食べれるってやつね、うん、それだけ言えばいいよ、はい、分かった、うん、いただきます、うん、うん、おいしい。何枚でも食べれちゃう。なんでこんな違うんだろうね。そんな違くないよ、同じ人間なのにね。え、そんな違くない、なんでだろうね。いや、すっごい初めてこういうあのお仕事させてもらったんですけど、うん、こんななんか健康にいいものが食べれると思わなくてめっちゃ嬉しいです。初めてこういう仕事してこんないいもの食べれたってラッキーよね。多分ラッキーですよね。めちゃめちゃラッキーだと思う。あ、そうなんだ。普段我々ね、うん、あんまこういう料理とか食べれないもんね。そうです ね、うん、なんかプロレスラーに叩かれたりとかそういうのもありましたね。ね、はい、羨ましいですよ。あ、じゃあラッキーな日に来たんですね、うん、そしてかわいこちゃんは初めてこんな美味しい野菜食べました。かわいい。かわいい。大豆大好きだから嬉しいです。かわいい。群馬に送ってあげてください。送ってください。送ってあげる。僕もかわいい。もう本当にね、かわいいって得ですね、本当ね。じゃあこれ浜岡さん、これはあれですか、このお野菜を地方で求めたい方は、はい、まあ、一応サイトの方がありますので、うん、通販ですね、うん、あとはまた私の方 の、まあ、浜岡地で検索していただいたらそういうものがサイトが出てきますので、うん、そちらからお求めください。ありがとうございます。ありがとうございます。我々の心も体も綺麗になりましたので、はい、どうもお忙しいところありがとうございました、はい、浜岡地さんでした。ありがとうございました。